ついてこいなんて言ってない。 Thank you.
ちは、スメールから来た旅商人のアテレだよ。お会いできてすっごく光栄。え、そんなに遠くから来てくれたのか。いつの間にかオイラたちのお店ってこんなに有名になってたんだな。確かに最近君たちが錬金薬を売ってるって話は情報通の商人たちの間じゃ噂になってるよ。こういう珍しい商品に関してはほとんどの人がリスクを犯したくないって考える。でも私からすれば、大儲けしたいならチャンスを逃すわけにはいかない。今一般人はまだ錬金薬のことをそんなに知らないけど、営業手段に合わせて販路を広めればどんどんモラが入ってくることは間違いないと思うよ。一気に名を上げれば10倍の値段でも売れるかもしれない。今回の商売が成功したら今年いっぱいは休めるだろうね。10倍？本気で言ってるのか。誰かが喜んで買ってくれる限りはどんなに高くても問題ない。それが互いの合意の上ってやつだよ。その発言、モラのことしか頭にないやつのことを思い出しちゃったぞ。スメールから来たって言ってたよな。まさかドリーと知り合いとかじゃないよな。ドリーっていうと、もしかしてドリーサングマハベー様のこと。すごい、私サングマハベー様のファンなの。あの方のビジネスセンスとモラに対する執着はずっと私の励みになってるんだ。昔アルカサル・ザライパレスを訪れる機会に恵まれたことがあるけど、本当に立派で美しい邸宅だったな。いつか私もあの方みたいに数えきれないほどのモラを手に入れたい。完全に夢の世界に浸っちゃってるぞ。話がそれちゃったね。それじゃあ大儲けの方法について話そうか。シンプルな話だよ。定期的に仕入れに来るから必要なポーションを作ってくれれば、私がそれを他の場所に売ってきてあげる。協力してくれるなら販売するものについて詳しく話し合おう。私の勘だと今回必要なのはこういうポーションだよ。Thank you.
世間話。じゃあよそ、話すこともないのに必死。探すなんて滑稽だからね。旅人、バイモン、先日の注文はどうなっただろうか。リルックの旦那、旅人、注文内容はまだ覚えてるよな。あれからさらに腕も磨いたし、今度こそリルックの旦那を満足させてやろうぜ。ポーションは出来上がったか。恋なんて言ってないよ。なんて言ってないよ。
ポーションは出来上がったか？少し時間が必要かと思っていたが、順調だったようだな。悪くない。うん、想像以上にはっきりした効果だった。君の才能は相変わらず僕に嬉しい驚きをくれるな。約束通り、暁ワイナリーはこのポーションを大量に購入しよう。輸送の方はエルザーが手配してくれるから案ずる必要はない。このポーションは職人たちを通じてろうそくやアロマに入れてもらう。それを酒におまけとしてつけ、飲む時に使ってもらえるよう進める予定だ。なるほどね。錬金薬とお酒を飲む環境自体を溶け合わせる。とても暁ワイナリーらしい販売策だわ。ディルックの旦那もうなずいてくれたし、普通の客からもきっとすごいって思ってもらえるよな。美酒と錬金アロマという組み合わせが商業的にどれほどの成果を出せるか、まだまだ検証を重ねる必要がある。お先に失礼するよ。今回はとても楽しい協力関係だった。これからも君たちへの注文が増え続け、僕たちも持ちつ持たれつの関係を続けていけることを祈っている。君の作品と飲み物がどんなハーモニーを生み出すのか、時間ができたらエンジェルズシェアへ試しに来てくれ。うんうん、オイラも気になるしな。じゃあまたな、ディルックの旦那。
こんにちは。久しぶりだね。うわぁ、早速新しい試験が始まったのか。うん、今回は上級試験だよ。前回より難易度は高いけど、旅人さんならきっと楽にして。前回あなたが錬成したポーションをアルベド先生に見せたら、初心者がここまでできるなんてって驚いてたよ。彼にならもっと難しい問題を出してもいいだろうって言ってた。おお、それってオイラたちの実力を認めてもらえたってことだよな。あー、でも余計プレッシャーが大きくなった気がするぞ。もし試験に合格できなかったら恥をかくじゃないか。全然大丈夫だよ。何事も試行錯誤だから。アルベド先生の助手を始めたばかりの頃は、私もよく実験でやらかしてた。無氷花の特性を研究してた時なんて、実験室の機材を凍らせちゃって精密機械を壊すところだったもの。薬を長く煎じすぎて貴重な材料を丸焦げにしたこともあるよ。
声を嗅いだ通りすがりの騎士に実験室が火事になったって思われちゃったくらいだった。あの頃は実験がうまくいかないと自分を責めてたけど、未知なるものを探求するには失敗するリスクだって背負わなきゃって後になって気づいたの。ミスを恐れてばかりいたら自分の望む結果を手にするチャンスも見逃しちゃうよ。確かにそうだぞ。スクロースって励まし上手だな。単なる研究の経験談だよ。とにかく思い切って試してみてくれればいいから、準備ができたら上級試験を始めよう。試験まで難なくクリアだなんて。ねえねえ、うちの実験室で働いてみない？ヒヒ、オイラたちついに錬金術のプロの道にも踏み出しちゃったのか。あなたたちが協力してくれればもっとすごいものが作れるかも。もっとすごいもの？今まで私が錬金術の研究対象にしてたのは基本的に植物だけだった。でもここ最近、錬金薬が人の体に与えるいろんな効果を見てきて、ふと思ったの。もしかすると錬金術は、人間の体の可能性っていう観点からの研究にも役立つかもしれないって。例えば、一瞬で図書館の本を全部暗記させられるスーパー記憶ポーションとか、それか、パイモンも一人でアビスの魔術師と戦えるくらい強くなれる競争ポーションとか。おお、そんなものまで作れるのか。おいら興味が湧いてきたぜ。理論上は可能だよ。錬金術の真髄は未知の分野の探求だからね。今はまだ全ての可能性が研究し尽くされてないだけ。でも具体的な実現方法については錬金術の消化理論や錬金薬の添加方法、それから人間の生物学的特徴とかの要素を同時に考慮しつつ探らないといけない。なんだか頭が痛くなってきた。ごめん。もし興味があったら今度実験室に来てくれた時にまた詳しく説明するね。やったぞ。オイラも強者への道に一歩踏み出せそうだぜ。うん、それじゃあ私は先に帰るね。次こそ最後の試験だから、それに向けて問題を用意しなくちゃ。
てこいなんて言ってないよ。って言ってないよ。
遅い。ついてこいなんて言ってないよ。ついてこいなんて言ってないよ。
叶えてくれると噂の錬金薬の店は旅人とパイモンがやってたのか。あれ、ウーロー一体どこから出てきたんだ。キララまでいるじゃないか。なんで二人揃ってモンドにいるんだ。コマニアの業務は広いからね。どんな場所であってもおかしくないよ。私はモンドに初めて来たわけじゃないから、この辺りには割と慣れてるんだ。ただこっちの五郎大将は迷子になっちゃって。見知らぬ地に足を踏み入れるには普通は事前に調べて得た情報の助けがいるものだ。だが残念ながら渡積島の民たちがモンドを訪れる機会は滅多にない。だから俺もこの辺りの地図を持っていないんだ。つまり俺は事前調査をしながら正式な任務遂行に当たっていたんだ。ミスしても仕方ないだろう。かしこまりました、五郎大将。次は事前に一番詳しい地図を用意して、例の、そう、行動開始地点に置いておきますので、どうぞご利用ください。そんなにかしこまらなくてもいい。上司に報告しているみたいじゃないか。お前はあくまで臨時で雇った顧問なんだから、我が軍の兵士のように振る舞う必要はない。臨時だなんてまたまた。これからは渡積島のお客さんたちにもっとコマニアを使ってもらえるように五郎大将が宣伝のお手伝いをしてくださいね。約束ですよ。みんなの業績は五郎大将にかかってますから。そういえば五郎はなんでいきなりモンドに来たんだ。さっき言ってた任務ってのは何なんだよ。それについてはまた偶然の出来事なんだが、最近渡積島では物資輸送の効率を上げるために貨物船の改造をしているんだ。各国の最先端技術を学ぶようにと複数の訪問団を送り出している。その一員としてちょうどリーウェイでの訪問研究を終えて稲妻に戻ろうとした頃、偶然不思議な錬金薬のことを耳にしたんだ。それで予定を変えてモンドで詳しく調べようと思ってな。振り返ってみれば実に正しい選択だった。ひひ、お前ついてるな。オイラたちが作った錬金薬はどれも他のところじゃ買えないものばっかりなんだぜ。あら、また異国からのお客さんかしら。かわいこちゃんたらテイワット中に人脈を広げているのね。お姉さんなんだか予感がするわ。あなたたちならきっと狼ちゃんと仲良くなれるはずだってね。ねえ、目的の錬金薬を手に入れたら、かわいこちゃんとお姉さんの弟子も一緒にみんなでアフタヌーンティーでもどうかしら。アフタヌーンティーってお茶会？行きたい。休まず配送し続けてきたおかげでちょうど喉がカラカラだったんだ。お姉さん、ありがとう。待て待て、なんだかわからないが覚えのある威圧感だぞ。旅人、この方は、魔女だと。なかなか威厳ある称号だな。宮司みたいな大物か、それとも三五宮様のような方なのか。まったく、お前まで五郎を驚かしてやるなよな。緊張しなくていいぜ五郎。魔女ってのはただのあだ名で、この人はリサさん、モンドの図書館司書でオイラたちの錬金ショップのまとめ役なんだ。リサさん、
渡つみ島の大将で、こっちは超時間にシビアなコマニアの配達員だぜ。キララちゃんね、聞き覚えのある名前だわ。図書館にある稲妻の本の一部は確かあなたが届けてくれたのよね。まさかリサお姉さんとそんなつながりがあったなんて。これから配達の依頼があったら、ぜひ私をご指名くださいね。五郎さんについては確かあなたに関する報道を目にした記憶があるわ。どの記事でも部下思いで軍の指揮に長けてるって褒めてたわね。そうね、私に当てさせてちょうだい。あなたは渡津美島の兵士たちのために仕事の助けになるような薬を探している。そうでしょ？その通りだ。渡津美島は他の地域との商業的な通行をどんどん増やしていて、護衛の兵士たちにかかる仕事の負担もますます重くなっている。毎日大変なんだ。長時間作業をしている兵士や船乗りたちに無理をさせないために、体力と筋力を増強する薬が欲しいんだ。おお、そんなすごい効果のある薬があるんだったら私にもぜひ。たまにね、すっごく遠いところまで配達しに行かないといけないの。デコボコの道をずっと走ってるとひどい筋肉痛になるし、前足の先っちょも痛くなっちゃうんだ。その手のものは馴染みがありそうだし、そんなに時間はかからないんじゃない？心配するな、オイラたちに任せろ。それじゃあお姉さんは先に手紙を書いて暇そうな騎士に届けてもらってくるわね。狼ちゃんにここへ来てもらわなくちゃ。満足のいく薬剤が完成したら一緒にアフタヌーンティーを楽しめるわ。シードル湖の浜辺でお茶を飲みながらお菓子を食べるのってと。これでやっと気を張らないで済むぞ。遅い。前にも言ったように森を静かに通るには事前に尻尾を水で濡らしておけばいいんだ。そうすればモフモフの尻尾がうっかり枝に引っかかって居場所が敵にバレるなんて心配はなくなる。
ジメジメするし、私には無理かも。いっそのこと尻尾を結んじゃうのはどうかな。それかもっと強くなって邪魔な魔物なんて追っ払っちゃえば。順調だった？ガラ、キララ、注文してくれた不思議なポーションができたぞ。早速試してみてくれ。おお、二人とも本当に手際がいいな。皮膚に塗っただけで弓で疲労が溜まってだるくなっていた右腕の疲れが吹っ飛んだ。私も石ころを踏んで痛かった前足が全然痛くなくなったよ。これがあれば1日200件だって配達できる気がする。